さんこんにちは、僕ゲームでございます。ということでミラプリ2019やっていきましょう。ということで今回はね、毎週日曜日恒例企画11回ガチャ即試合やっていくんですけど、先週ねやったこちらのレジェンズワールドワイド、このガチャを今回もやっていきたいと思います。残り選手数的にはね、だから前回の続きというか先週の267、11回分がちょうどいってる感じで、ただ今回はね無料、見てください、無料、残り11回と無料のところしっかりあるんで獲得しました。イベントね、クリアと、あとはログインボーナスのやつで、11回あるんで、まあ、この11回分でねやっていくと。だから前回引いてる分の選手、前回超神引きしたんだよね、超神回だったんですけど、今回はその選手じゃもう出ないと。そう、ただ逆に言うとレジェンドとかも、まあ、黒、結構出たんですけど、レジェンドがね、マルディーニだけだったかな。なのでもしかしたらバンバン黒出たら出る可能性もあるから、そこらも楽しみにしながらね、早速誰が出るのかやっていきたいと思います。さあ行こう、まずは1回目。なんか無料分で引くの新鮮ですね、まあ、11回全部無料で引けると。このイベント、おお、しょっぱな銀か。さすがに黒を引き寄せることはできなかったが、ディミトリ・オベルラン、スピードと瞬発力84、後半乗せてないものの速いラインブレーカー、ワンシュー、おー、ワンシュー持ってる、でかいね、これは。よしよしよし、まずは、銀選手スタートですけど、結構強そうでしたね。84、84、スピシューンあるし、まあ、そこら辺もね、ちょっとどう左右してくるか。さあ、ということで、2回目、金。じゃ無料分でも完璧したいな、ライオン・バベル。ということで、バベル来ましたね、左ウイング。さあ、ということで、黒がね、まあ、確かに前回ね結構黒引いちゃったんで、なかなか出ないというか、そういう可能性あるよな。まあでも1個は出したい、確定。 OK、 最低でも金はやっぱりコンサートに出していきたいが、オヤルサバル来ましたね、オヤルサバル、踊りお空じゃなくてオヤルサバルね。なんか無料分で黒出したらすごいこう気持ちいいというかね、爽快感にあふれますけど、いやー遠い、黒がね遠いね。おっしゃーし、ドンナルンマゲットだぜ。いや、これでかっ、こりゃでかいわ。特にやっぱこの企画のキーパー出た時はですね、本当に安心してね任せられるんで。そう、フィードプレイヤーだとどうしてもミドルシュートとかバンバン入っちゃうから、ドンナルンマ熱っ、もうほぼ黒みたいなもんっすよ、ドンナルンマ黒選手みたいなもんなんで。さあこの中、よしよしよし、よっしゃー、パリピポー、パーリーナですね、これ。まあ、全部黒なんで、いい選手来るでしょ。謎理論。謎理論やっていく。ベーコン、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 ベーコン。来たー、イケメン、デイビッド・メイカム。さあ、ドンナルンマから流れがこれ、どんどん来そうですね。来ましたね、レジェンド。前回が、マルディーニか、先週。先週目がマルディーニだったり、今回はベッカムと。もう一選手がレジェンド出てもいいんだけどね。ちょっとレジェンド祭りにしたいところだが、ファンデベック。2列目から飛び出し、逃走心。OMF か。OMF だな。スリートップ当たってるから、4123とかか、がベストなのかな。まあ、ちょっとまだわかんないけど。お、よし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 、から2個目。レジェンドでもいいぞ。お、ルカク、ルカク、よっしゃ。ルカクナイス、パーフェクトフィジカルヒューマン、ルカク、ベッカムからのルカクでしょこれベッカムルカクのコンビネーションでね。これ4回ですけど結構よくね、結構いいぞ、まあ、前回黒がすごいって神引きにはなってたけど、それでも黒出てるんできっちりと、まあ、だから残り、まあ、ここは金で、おお、バロテッリ、ちょ待って、今回パワー系フォワード、バロテッリ、ルカク、パワー系でいく、これデッリとルカクでね、まあ、シュート強いですし、そこにベッカムからパス出してアシストみたいな形はなんかこう頭で想像できてきましたね。こう想像、イマジネーションを膨らませて、よし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 。だ残り真っ黒出したいな、ボナベントゥーラですね、これボナベントゥーラ。ちょっと待って、今気づいた。ディフェンスが当たっていない。衝撃の事実。衝撃の事実に耳を傾ける。他ないが、ズラッバッ、よし、オッケー、3個目の黒、ゲッチ、ベラッティ。ただ、ちょっと待って、中盤はいい、中盤はいいんだけど、ディフェンスラインがマジでいない、今回。黒で、出たね。残り1回分ありますけど、これでちょっと出しちゃおう。黒、最後。
いやー、まあでも申し分ない。正直かなり引きはいいんじゃないかな。ディフェンスうえーくくるーくるー、うわ、よし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 、オッケー。運転でかこれでかい。ディフェンスラインが1選手も出てなかったか今回。よしよしよし、ということで早速ですね、チームの方を組んでいこうかなと。まあ、フォメ的にはやっぱ中央寄りにはなるかな。サイドがね、まあ、迷うところですが、まあ、早速ね、ちょっとチームの方を組んでいきたいと思います。いきましょう。監督、そしてね、チームの方をフォメ組みました。こんな感じで、まあ、今回はね、中盤がね多めに当たったんで、もうこれガスペリーニゲーですね、完全に 3-5-2。 まあ、注目ポイントとしては前線の前の方トライアングル、ルカク、バロテリ、ベッカム、ここからね、得点生み出していきたい。これは多分ね、強力だと思うんでね、相当。3バックのところで、オヤルサバル&オベルランのとこはね、心配ではあるけど、中盤でうまく、うん、崩しながら得点奪って、あ、失点はね、しちゃうかもしれないけど、まあ、どんなルンマいるから少し安心感あります。あと、ウンティッチですね。ただ、いかんせんね、適性がね、適合率はちょっと低いんだよね。まあ、このメンバーで、早速ですね、運命の一戦。行きたいと思います。10回即試合絶対勝つということでいきましょう。負けられない戦いがここにあるんですということでいきましょう。まずはね、調子の部分でね、上向いていこう。おお、いいね、いいね、めちゃくちゃいいなこれ。ボラベントゥーラ不調だけど絶好調に選手、まあ、ここディフェンスね、適正外だけどカバーしてほしい。うまく調子の良さでね、あと運転で好調、前線トライアングルも普通保っている。いいですね、かなり。よし、さあ、おお、いや、来た、ムバッペ、フィ101来た。そしてクライフ、ネイマールで、グエンデ、おー、ベッカムいる。これ、ベッカム対決ね。よろしくお願いします。どちらのベッカムが上なのかね、白黒をはっきりさせようじゃないかということで、よろしくお願いします。負けられないベッカム対決もあるんで。まずはチーム全体で帰っていって、ベッカムの対決でも勝っていきたいな、これ。まずはね、そう、しっかり繋いでいく。で、ここ、ルカクの動き出しを見たい。いやー、これ強いね、ルカク。いやー、マジか、絶対入ったと思った、今。くそー、ルカク、ちょ、威力強すぎたが、逆にね、その持ち味のキック力を出しすぎてしまったようだ。さあ、ここベッカムが、ここでいいボール、そのね、相手がギリギリ間に合わないラインね。いや、ここも難しいですね。ただポジショニングを修正する。縦パス、バロテリー、神バロテリー。このペナナイバロテリー、もしくはルカクね、入れたらもう枠内入れていきますから、まあ、ルカクのねクロスバー当たってた自分のゲージが強すぎたんで。よし、いや、マジか、これ通る、まずいな、これクライフ勝つよな。やばい、ない、これが、どんなレンマの力。いや、これ縦から切ります、うん、で、中来たところ、やばい、よし、ないでないで、オベルラン、まずい、どんなレンマ止めて、あ、無理か、ちょっとここね、ごっちゃりましたね、これ。いや、その後のね、ムワッペの動き直しというか、取った後すぐの動き出し、あれ止めれないな、ちょっと。まあ、でも焦らず行こう、焦らず。そう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 、結構ベッカムがやだな。スライディングはね、結構飛んできますね。あ、これ開いた、ルカク、うおね、あ、これ開いた、ルカク、うおルカク、なんだそのシュートすごすぎるだろ今の。いや、やば、え、なんかボレーシュートするかと思ったら、衝撃のルカクの気合のダイビングヘッド、やばい今の。初めて見た、もう画面というか、なんつうか、地面スレスレのダイビングヘッドみたいな。ちょっと待って、集中していこう。今のシュートでね、結構、あ、
いやー、まさか意外すぎて、ちょ、やばいやばい、ちょ、待って。ちょ、やばいやばいやばい。あれしかも入るっていうね。さすがルカク持ってるな。オベルランディフェンスね、これが噂の。巷で噂の。さあ、やっぱルカクいいね。ルカク。で、ここですね。このね、中盤がマジで強いんだよね。で、ベッカムに出したいけど、ちょっとここは出せない。ここ。いいよ、ナイスナイス、やばい、きたー、ベッカムベッカムベッカム、いやー、やっちゃった、やっちゃった、しまったわ、今のは。もうこのね、ゲージマックスの癖直したい。てかベッカムよく通したな、さっきの。あの絵、なかなか体勢もやばかったんでね、通んないかなと思ったけど。ちょっとやばいよ。これ、ベッカムで来る。いや、ムバッペ自分で来るな、これ。よーし。サンキュー、ベーコン。ベッカムかなぁ。OK! オベルランなんかよくね、オベルランめっちゃいいんだけど。パルテルヒール。で、ここ空いてる。バベル見せてくれ。と思わせて。ベッカムね。このベッカムを軸にしつつ。硬いな。そしてカウンター注意。やばい、これムバッペの速さあかん。ウンディ頑張れ。よし。結構スライディングきますね。きたー、ルカク、お次はノーマル。お次はノーマルカク、ルカク。よし、いいよ、バベル取れる、ナイス。ちょっと気合入ってきたね、みんな。気合入りすぎて空回りした、空回りするパターンだった。ただまあ2点差が一番怖いっていうんでね、集中していきましょう。ウンティティの安定感で、これベッカム切られたらここが入るんで。うわ、マリオストライカーズばりの底のスライディング読み。わいしょ、よいしょ、シングルルーレット、 OK、 ナイス。バベルって聞くとね、バベルボブル、ドラクエの思い出しますね。バベルボブルで合ってるっけ。ベッカムの正確なロングフィード。さあ、ルカクはこれキックフェイント、もう一回キックフェイント、ルカク、よし。いや、もうルカクゲー、ルカクゲーだこれ。ガスペリーニゲーからルカクゲーと変化。いやー、でかい。あー、ということで、いや、多分ですけど、ルカクのね、あの気合のね、もう地面にあるボールダイビングヘッド、あれからね、流れが変わりましたね。流れが変わったというか。でもこれおそらく切断ですね。切断で勝ちですね。いや、この試合ね、なんか、ルカクのやっぱあのヘッドのところがね、すごい印象的というか、そこから、ね、ボレーというか、なんていうんですかね、普通にあの当てて左足で、ね、シュートするかと思いきやね、まさかの頭でいくという。でも結構あれ危ないよね。相手ゴールキーパーとの接触とかディフェンスとかもあるから、なかなかルカクあそこファイティングスピリッツ見せましたけど。いやでもね、あそこゴール奪うのがね、さすがストライカー。ベッカムがね、いるだけでね、パスのところがね、鋭く通りまくるんで、そこがでかかったね。あとはオベルランディフェンスゲームを炸裂したんで、すごくね、楽しく、今回試合できたんでよかったからと思います。またですね、やっていきたいと思います。今回ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。